皆さんこんにちは、レミパンアンパン顔パンパン大月レミです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はタイトル戦優勝者インタビューです。今回は第40期10段位実戦5万半ちゃんの感覚派三浦智弘プロです。お願いします。お願いします。お願いします。はい、三浦さん、はい、ついにね、やりましたね。はい、ありがとうございます。三浦智弘プロはですね、なんと3年連続10段戦の決勝にね、残ってたんですよね。はい、まず1年目は何段から出たんでしたっけ。最初はそうですね、4段からだったと思います。うん、はい、4段から決勝戦までって何回まず勝ち残らなきゃいけないんですか。はい、9連勝しました。9連勝トーナメントですもんね。はい、トーナメントを9連勝して、そうですね、確か初年度は9回ですね。 4、5、6、7、8、9、9S、 ベスト16、ベスト8、9回です。9S とかもう 何、はい、何やねんって感じですね、途中ね。でそこでね、決勝戦まで行って最終日もトップで通過してたんですね。まあまあ、その一昨年の最初に残った時は、まあ僅差、全員誰が優勝してもおかしくないみたいなところだったんですけど、まあ一応あの宅内トップで最終日は迎えてましたね。ただ最後にね、はい、最終半ちゃんでアラさんに出すね。で負けて優勝を逃してしまったんですが、はい、次の年ね、はい、また決勝まで残って、ただまたね、またね、またでしかもね、うん、最終戦迎えてちょっとまたトータルトップで迎えたんだけど、魚谷さんがね、うん、強かったですね。強い。そして、はい、3度目の正直ですよ。はい、また決勝に残って、はい、今回は結構大差でね、いや、まあまあ有利、まあまあ有利くらいですね。うん、100ポイントぐらいでしたけど、100超えてるぐらい、まあ、3人と、いや、公式ルールで 100差は結構ですよ。しかも僕最終日にその抜け番選んでたんで、はい、3回しか打たなくていい状態で100ポイントだったんで、はい、まあまあ有利は有利、うんうんうん、まあ、でもやっぱ決勝なんで誰かしら登ってくるかなとは思ってましたね。うん、まあ感覚的には6割7割ぐらい勝ちかなぐらいはあったんですけど、うんうんうん、そしたらね、近藤プロですよ。100ポイント差を超えてきたんですよね。この差110超えてましたね。最終戦で、ね、オーラスまでまくられたんですよ、それが。そう、途中2回まくられてオーラス迎えて、で接戦のところ最後にね、オーラスでリーズのピンフ3色、ね、高めイーソー、山に1枚のイーソー積もって4000オールで決まり手になりましたね。いやー、ありがとうございます。おめでとうございます。でもやっぱりね、なんか勝ったから言えるかもしれないんですけど、近藤さん、あれまくられたらしょうがないなとは思ってましたね。もうまた、もう負けても、はい、おめでとうっていう覚悟はできてました。本当にそれぐらい強かったです。すごい、3年、いや、3年連続決勝に残ることもすごいんですよね。あ、まあ、ついてましたね、本当に。おめでとうございます。はい、ということでね、三浦さんの紹介をしていこうと思います。お願いします。はい、三浦さんは1987年4月26日生まれ、現在36歳の28期の前期生ですね。同期は誰がありますか。はい、斎藤豪君と、あと青山君。はい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 、あの前期後期違うんですけど、うん、後期に、僕前期で後期に柴田義和さん、おあのそれこそ10段2回取ってる、そうなんだろうね。あと女性がすごいんですよ。はい、なんか、まあ、菅原さんとか、フリーナ、はい、あと川原さん、お白髪さん、女流王家2人とも取ってる。しかも広江さん今、決勝残ってるし、今、女流王家 A リーグに多分 4、5 人いるんじゃないですかね。すごい、そうだ、28期生、花の28期って言われてた気がします、あの裏の方で。確かに、でも女性は本当すごい気がしますね。うん、すごい。では、出身地は。出身地は愛知県です。小牧市です。そうなん、名古屋、名古屋っていうか、名古屋の人。名古屋ではない。ない、愛知県。愛知県。愛知県の人です。名古屋の西かな。北か。北の方。おじさん、あの愛知県の場所分かってますか。下の方。何県の隣。いや、愛知県の隣。愛知県、愛知県。隣に何県ありますか。山梨県。ありがとうございます。血液型は。B 型です。ああ、強いやつだ。
なんか、麻雀強いやつや。新潟よく聞かれますけど、あんま気にしたことない。気にしなさそう、血液型。所属リーグは今 A2 です。A リーガーです。現在の段位は段位は5段になったところですね。うんうん、確か去年か一昨年か10段戦残ったことで、5段になったみたいな感じですね。で5段がまた長いんで、しばらく5段な気がします。どうだろう、ちょっとわかんないです。でも今10段位ですかね。確かに10段のポイントが多いね。あ、確かに。1年間は10段です。タイトル歴は、第27期新人王戦準優勝。はい、取ってはないです。取ってはないですね。麻雀最強戦2020、次世代プロ集結、麻雀代理戦争優勝。そして第40期10代。確かこの、代理戦争のやつ、ベテランプロに推薦されて、そう、まずやるやつでしたよね。まあ、以前あった、今ないんですけど、そのすごい、その大ベテランというか、すごいトッププロたちが、その若手で一人ずつ指名して、それを、まあ、最初16人いて、それを、アラさんみたいな方ですか？そう。ですよね。アラさんに、アラさんにしてもらって、推薦されて、最強戦出たんですよね。そうです、そうです。そのアラさんとね、相談戦。やって、怒られて、怒られて。さすがです。さすが、じゃあさすがになりましたね。まだ早かったよ。はい、そして、ジャンプは？ジャンプは僕自身は気にしたことないですね。ジャンプ、常になんか最善手を打ちたいみたいな感覚でやってるんで、なんか他の人に、まあ、守備型攻撃だかなって言われるのは分かるんですけど、自分では意識したことないです。じゃあ好きな役は天宝と地宝です。ちょっとつまんない答えなんですけど。いや、詰まってますよ。結構特定の手役を好きにならない方がいいと思ってるんで、天宝と地宝だったら絶対上がるじゃないですか。そうですね。3色が好きだから3色狙いすぎる、そこはしないようにしてますね。ちなみに天保、地方は上がったことあるんですか？天保はあります。おお、すごい。地方ないです。すごいですね。だから好きだから上がれるわけではないんです。お月プロも天保上がってましたね。私も天保上がったことあります。どこで上がったんですか？キラーン。え、積もってんだけどって言いました。食らったことはあります？食らったことないです。僕は積まれたことは、地方は積まれたことあります。公式、リーグ戦で。それは鼻血出ましたよ。リーグ戦の最終節のなんか何回戦か忘れたけど。すごい。え、ちなみに上がったの誰ですか？福光さん。あ、福光さん、すごい。それは嫌な思い出だな。では尊敬する先輩は？いや、もうすごい先輩ばっかで、もう皆さん大好きというか尊敬する人ばっかです。もちろん荒さんはじめとしてね、思う人もいますし、もう滝沢さんとか久津さんとかもすごい先輩ばっかで、もう全員、もちろん瀬戸子さんとかもあげたらキリがないぐらいの、もう皆さん素晴らしい先輩で全員尊敬してます。はい、はい、じゃあ趣味について、はい、趣味はあるんですか？趣味、まあ趣味と言えるのかわかんないですけど、サウナとかゲームが好きですね。ゲームやるんですね。結構やりますよ。な、何系ですか？何系、あ、でもそのスイッチで、なんか適当にゲーム探して、これ面白そうだな、普通にスプラトゥーンとか、モンハンとか。やるんだ。何でもやります。めっちゃ意外。なんかもう、何の趣味もなさそうなイメージ。そうなんですか。なんか、良かったです。はい、ありがとうございます。ちゃんとした人間でした。ちゃんと人として良かったです。ちゃんと喜怒哀楽あるんですね。はい、そんな三浦さんですが、ここからはこれまでの反省を聞いた資料があるので、ご紹介していきましょう。1987年4月26日、サラリーマンの父と母の間に愛知県尾張旭市に生まれ、育ったのは尾張小牧市だった。家族構成は弟、妹の5人家族。そして1993年6歳、愛知県小牧南小学校に入学。小学校の頃は学級委員をよくやっていた、いわゆる優等生だった。小学校6年生で生徒会役員も務めた。すごい。もう見た目通り。ありがとうございます。生徒会役、まあそうですね、生徒会、ちゃんと生徒会って名前じゃなかったかもしれないんですけど、そういう名前のやつやってました。じゃあもうちゃんと真面目だった。もう結構真面目でしたね。はい、私と真逆な感じですね。真面目じゃなかったんだ。真面目、そう、いい子でした。はい。結構元気なタイプで、スポーツはソフトボールをやっていた。野球部なかったんだよ、小学校の時。はい。で、まあソフトボール、子供会のソフトボール。
あ、野球部がなかったんですか？なかったと思う。へー、珍しい。それでソフトボール。1999年、王子中学校に入学。部活は野球部を選択。ポジションはキャッチャーだった。あ、ここでやっとね、野球になれました。昇格しました。そして2002年、地元の進学校、愛知県立小牧南高等学校に入学。ここで麻雀との出会いがありました。高1の時、野球部の友達からセットに誘われる。友達の佐橋君の家で手積みで打つ。麻雀を教えてくれるのは野球部のエース、富樫君。当時は師匠と呼んでいたが、なんと半年後には師匠を超える強さになっていた。ただ富樫見てるこの人がいてくれたおかげで10代の師匠ってことですね。富樫君は10代の師匠です。頭あんまんですもう一から、でも一から教えてもらいました、ね。うんうんうん、セットに誘われても知らなかったってことですね。麻雀のルールから教えてもらってですね。へえ。そして小牧南高校の野球部は部員28人中もう27人が麻雀を打つことができた。だから同学年に28人いたんですよ、うん、野球部が。すごい多い。結構大所帯じゃないですか、全体入れて。まあでも一番多い学年で全体で50人とかだったんですけど、うん、ですごいでしょ。え、そんな麻雀普及してたんですか？いやもう全員と言っていいよ逆になんで一人打たなかったのか。確かに確かに。そういう理由です。だから基本的にボールは打たず麻雀を打っていたもちろん鉄マンも打っていた。ちなみに麻雀のルールは缶先で打っていた。そう、基本的に。いやもう麻雀部じゃないですかこれ。まあ大体麻雀部差し支えないかも。野球部じゃないな、これ麻雀部だな。麻雀もちゃんとやってましたよ。あ、麻雀もちゃんとやってた。ちゃんとボースで。あ、じゃあ待って、野球もちゃんとやったってことあって、あ、今麻雀って、麻雀もちゃんとやったって言った、まあ、ボスで麻雀に打ち込んだって言っちゃった三浦さんは、野球部員27人の中で麻雀が一番強かった。まあまあ僕でしたでしょ、はい、ただ、野球に関してはベンチ入りぐらいの実力だった。まあまあ真ん中ら辺ですか一応代打の切り札として常にスタンバイしていた3年間だったはい、もう代打としてはもう、まあでも麻雀定評がありましたね。麻雀の実力ナンバーワンです。バッティングは自信あったんですけどね、うん、守備があんまりあれだったんで、はい、そして2年生から高校では理系と文系に分かれる。さらにその振り分けられた先で普通科と特進クラスに分かれるが、三浦さんはもちろんのこと特進クラスに入っていた。真面目な学生ではありましたね。頭いいんですね。そして3年生になって真剣に甲子園を目指した。しかし甲子園は遠く、夏は地区大会3回戦で敗退してしまった。とても悔しかった。まあ麻雀打ちすぎたんじゃないですかね、これ。いやいやいや、真面目にやってますよ多分本人は、本人たちは本人周りから見たら麻雀打ちすぎてたよって言われてても、まあ確かにね、なかなかね、甲子園、はい、反論はできないぐらい目指してる人たち、麻雀数字感なさそうですもんね確かに、うん、2005年、あ、え、国立名古屋工業大学工学部電気電子学科に入学。大学では野球はやらなかった。すでに体の大半を麻雀に侵されていた。麻雀は病気じゃないです。麻雀はそうですよね。国立、まあ、いやちょっと無理して入っちゃったんでしょうね、多分。いやでもすごいですよね、はい、すごいんですよね。実際偏差値も60ぐらいあるところで頑張って入っちゃったんですよ。入っちゃった、はい、頑張って当時、はい。星さん偏差値の方は、いや、私そういうの知らないです。ありがとうございます。測ったことないです。測ったことない。1年生の時は大学に真面目に通っていた。しかし冬にフリージャンソーデビューをしてしまった。来ましたね、大学生になって。2年生あたりから大学生としての様子がおかしくなり、とうとう大学に通わなくなる。通わなくなるは言い過ぎだまあ、ジャンソーの方がいたかもしれないですけど、麻雀三昧、いわゆる麻雀ザルになっていた。麻雀ザル、まあまあ、まあ、否定はできないぐらい今麻雀になってましたね、はい、普通に飾らき出してましたからね、ジャンソーでは。あ、そうなんですね。いつだったかな、20歳ぐらいから、はい、ジャンソーで働いてますね。へえー。なんなら それからずっとジャンソーで働いてますね。なんかその頃があの様子がおかしくなったことですね、大学生としては大学生としては健全とは言えない状況にはなったかもしれないです、はい、大学生の三浦さんが通っていた雀荘ですが、当時住んでいた小牧市内にフリー雀荘がなくて、隣の市にある雀荘にわざわざ車で通っていた、はい、
その雀荘は現在連盟員がオーナーになっているそうです。僕がそうですね、はい、あのプロになった後に知ったんですけど、なんか名前変わってオーナー変わって、なんか理由が一緒のその連盟のプロがやってるみたいな感じで一回行ったんですけども、今どうなってるかわかんないですね。それも結構前の話です、この頃自分の中で麻雀の占める割合が大きくなってきた。どっちかというと本音は勉強めんどくせえなだった。我慢しやすい。もうバレてます。ちょっと親とかやないし。あ、そうそう、親にやまあでも、まあ、本当にでも本当に麻雀好きすぎて麻雀で生きていきたいなぐらいには考えちゃったりして、でもめっちゃこうなってましたね。当時のモンド杯を見て滝下かっけえと思った。なんか当時って麻雀番組にマコザなんか、そのモンド TV くらいしかなかったん で、ね、めっちゃ覚えてますね。結構麻雀番組も見てた。あ、もうそのモンドは結構見てました、うん、ちなみにこうかっけえみたいな言葉遣いなんですね。かっけえです。滝下かっけえ。マジかっけえです。マジかっけえです。あ、なんか思ったよりなんかいい今時でした。どう思われてたんですか。なんか真面目でつまらない、なんかすごい悪いイメージだったんですね。いや、とにかく真面目の堅苦しい方っていう。でもそこまで間違ってない。あ、かっけえって言ってくれるの嬉しいな。短っけえっすね。あ、今思えばね、これそれが麻雀界に足を踏み入れるきっかけになったと思う。まあ、そうですね。まあ、でかもう麻雀好きすぎて、うん、これ麻雀で食ってけたらいいな、じゃあどうしようみたいな、そういう気持ちはすごい当時から持ってましたね。そして2007年大学3年生になろうかという頃、初めて彼女ができる。そんな話も、はい、入ってるんですね。なんと雀荘のメンバーさん、はい、麻雀プロではなく髪が長くてちょっとぽっちゃり系の大学生だった。一学年上の姉御的なお姉さんだったが、麻雀は三浦さんの方が強かった。まあ、きっかけはお店の常連になった三浦さんからご飯に誘って、三浦さんから告白した。付き合うようになってからその雀荘にはあまり行かなくなった。恥ずかしかった。1年ぐらい付き合って彼女が大学を卒業するときに振られ、初めての恋が終わる。はい、でも告白したんですね。そうです。え、嬉しい。ちゃんとしてくれるんだ。はい、髪が長くてちょっとぽっちゃり系のお姉さん。はい。そしてここでね、転機を迎えます。大学ではそのまま3年生にはなれるのだが、これ以上は時間がかかってしまう、大学がめんどくさいという思いが強くなっていた三浦さんは大学を中退します。いや、もうね、正直もう頑張れば卒業できたかもしれないぐらいだったんですけど、もうなんかもう麻雀で生きていくってもうこうなっちゃってたんで、じゃあもう早い方がいいかなとか思っちゃって、本当に両親には申し訳ないことをしましたけど中退させていただきました。今だ、当時もちょっと申し訳ないなって思って、改めてごめんなさい。今頑張って麻雀プロやってます。しっかり10代になりました。10代に取りました。そしてね、上京して 1,2 年メンバーの仕事をしながら貯金した後に日本プロ麻雀連盟を受験することになります。ちなみに連盟を選んだ理由は、いや、もうそのやっていくとしたらやっぱり一番大きい団体で、その一番目指そうと思って、当時はその今でこそそんなに団体の大きさそんな差ないんですけど、やっぱり連盟が圧倒的に人も多くて有名で、トッププロってトップルとか有名なプロめっちゃいて、もうやるなら連盟にしようと思って連盟で受けました。はい。そして2011年プロテストを受験。はい、お、プロテストはどうでしたか？いや、まあ感覚的にはこれは受かるだろうなと思ってたより簡単だった。そうですね、過去も見ても大丈夫だろうなと思ってましたけど。同期の中では優等生と思っている。はい。プロテストは100人ぐらい受験して受かったのは十何人で、その中で優等生だった。当時すごかったんですよね。その受験者数100人優に超えてて、なんか女性と男性は全く別でやってたんですけど、少なくとも男性の方はなんか100人以上受けてたみたいな。そこで優等生、プロテストも簡単だった。さすがです。ありがとうございます。はい、私はめちゃくちゃ難しかったです。はい、
現在の仕事は上京した時にお世話になった雀荘に6年勤めて、その後現在も働いているグループに移る、はい、現在ご結婚はしてません。はい、彼女はいません。募集中です。募集かつ麻雀が恋人ということで、まあまあまあ間違ってはない。好みのタイプは、好みのタイプ、うん、中学生の頃の話になっちゃいますけど、はい、あのモーニング娘。有名だったじゃないですか、はいはいはい、後藤真希さん好きでした。めっちゃギャルやな。マジか。で、そのマジ去年だか今年だか最強戦でた時、はい、好みのタイプは後藤真希って、あそこのね、テロップ出てました、ね、確かに。それは意外、いけるな私。じゃあいけねえよ。だってちょっとぽっちゃり髪の毛長い、ちょっとギャルっぽい雰囲気。どうですか、全部金揃えた。で、いける。はい、ちょっと移行してみましたね。こんな空気になります。そして性格の条件は、引っ張っていってくれた方がいい、姉御肌がいい。いや、まあ僕姉御肌だったんですね。よくない。いける気がするな。はい、そして最後、今後の目標を教えてください。はい、今後の目標というか、もう僕はプロになってからずっと、はい、考えてます、ね、考えてますけど、そのやっぱり連盟を受けた女王に包囲を目指して一生懸命努力しています、ね、やはり目標と言われたら包囲をしていただきます。もちろんね、来年以降の柔軟性でもちろん終わってらしたいですけど、やっぱり一番上に包囲がいるのはいつまでも変わらないと思います。はい、ありがとうございます。今ね、2リーグなんで4位まであと少しです。いやその大きいこと言ってますけど、まだまだ。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ということで第40期10段位三浦智弘プロでした。三浦プロありがとうございました。ありがとうございました。